山崎貞次郎、山崎貞次郎、山崎貞次郎、明治22年、1889年昭和50年、1975年1月28日は、単調の保護に努めた人物。愛称は、鶴のおじいちゃん、鶴じいさん、富山県の貧しい農家の小作人の末っ子に生まれた、旭川市にいた親戚を、頼り北海道に渡り、その後姉を頼って、 阿寒郡が赤ん町、現、串路市に移る。大正7年、1918年、結婚。昭和25年、1950年の冬に数羽の、単調が上阿寒の山崎家の畑に舞い降り、山崎が巻いた、家畜用のトウモロコシを食べた。これをもって単調への救仕の成功と言われる。その後は、山崎家全体で単調の保護に尽くしてきた。 昭和34年、1959年、北海道文化財保護委員会から、単調鶴監視委員を移植され、昭和47年、1972年11月3日、文化の日に、君後陶水法省を授与された。佐田次郎の死後、2011年3月まで、長男の定作が、2012年からは、孫の和彦が北海道から委託を受けて、 丹調の給仕を引き継いでおり、山崎宅の隣には、阿寒国際鶴センターや、阿寒町丹中観察センターも開設された。阿寒国際鶴センターは、一年を通じて、特別天然記念物、丹調の生態、飼育の様子を見学できる施設である。通年、開館している。センターとしての設立は1996年。 疑似的に、串路出現を再現したセットがあるほか、屋外飼育場には、アカン国際鶴センターで生まれ、コスチューム飼育で人工的に育てられた2羽の単調、オスはビッグ、メスはムックがいたが、オスのビッグは2011年8月、繁殖活動のため台湾へ寄贈された。代わりとして、オスはエックがいる。入館料は大人470円。 子供240円。年間券は3550円。入場券を提示すると、後日の阿寒町単調観察センターへも入場できる。阿寒町単調観察センターは、阿寒国際鶴センターの分館という位置づけ、昭和48年、1978年に開設された。開館は11月1日から3月下旬、昭和55年、 1980年より日本テレビ系列で放送された地中原太子80キロ第2シリーズ第3話鶴山へ。妻の一周期で俳優西田敏行が役所の地中原太子が単調を写真撮影る真のロケが行われた場所である。冬季、降雪などにより湿原で餌が取れなくなった単調が飛来して舞い降りる人工休止場。 観察センターに舞い降りる単調の様子を写真に収めるため、道内を中心に、日本全国各地、中国、韓国、台湾、米国、英国、欧州などの諸外国から、たくさんの写真愛好家が訪れる。本格的なシーズンは、雪が降り始める12月下旬からだが、最もたくさんの単調が舞い降りるのは、寒さが一段と厳しくなる1月下旬から2月下旬で、200羽近くが、 舞い降りる。特に週末には一睡の余地もないほどの写真愛好家が集まり、長望遠レンズを装着した高価な機材が法律を成す光景は相関である。時代の移り変わりからか、ここ数年はデジタルカメラを使用する写真愛好家がとても多い。この時期、舞い降りた単調は恋の季節を迎え、繁殖行動が盛んになる。この瞬間を写真に収めようと、 ひとたび単調が動くと、人の会話が聞こえないほどのシャッター音が一斉に鳴り響き、単調が驚いてしまうこともある。ここ数年、単調に混じって、大白鳥が安住の生息地を求めて舞い降り、その数が年を追うごとに増え続け、単調の写真撮影に訪れる、写真愛好家らから、不平不満の声が増えているとから、この白鳥を追い払うための取り組みとして、 空気銃や競技用ピストルによる空砲を発砲したところ、はじめのうちは発砲音に驚いて逃げていたが、最近はその効果も薄れ、居座るようになった。次の新たな対策として、求児陣がスノーモービルを走らせたところ、そのエンジン音に驚いて飛び立つようになった。当面、この方法で追い払う予定である。 観察センターが開館になる11月1日から3月下旬まで、飛来する単調のために、早朝に乾燥させた、家畜用トウモロコシ、デントコーンの給仕が行われる。また12月1日から2月末までは、14時になると、うぐい、川魚の給仕も行われる。舞い降りた単調と、このうぐいを取ろうとする、オジロアシ、オオアシが激しい争奪戦を繰り返す。 この決定的瞬間を写真に収めようとする写真愛好家がたくさん訪れる。また、時には、キタキツネも現れ、このうぐいを湿気する姿は観光客の人気の的である。観察センターでは12月1日、頃から3月下旬まで施設内で軽食を取ることができる。メニューはラーメン、醤油味、味噌味、カレー、牛丼、蕎麦の4種類。 温かい飲み物はコーヒー、甘酒、ミルクの3種類。アカンバスアカンコ温泉行き、30アカンセンアカンエアポートライナー、単調の里下車。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。